はいどうも本ゃあ今度こっちのチャンネルは芸能スポーツですよね、今日はなんか、まあ、大谷選手から大谷サイドから出禁をくらった売りテレビの話と、だこれはまあ不愉快な、き、まあ、昨日もちょこっと見ましたかね、旭川の例のね、長ょこげた内田容疑者と、ね、その一家ですよね。あ、うん、あれのまあ続きというかほら あの刑事と担当刑事と不倫してたみたいなうえーみたいな旭川、本当やばいですよね旭 <laughs> 川の問題なのか北海道全体なのかちょっとあれですけどもあ最後はこの NHK ですかね気持ち悪い NHK さすが日本犯罪者協会みたいなっていう感じで見ていきますん、ね、でじゃあまず大谷選手、ね、なんか本当に売りテレビがどうだろう振りのような気がするけどななんか番組で正式に謝罪したらしいよ てか番組で何またこのキャスターとかアナウンサーに謝罪させておしまいか。うん、なんかもう幹部だか幹部だかこの上の連中だろうなあ。お前らの指示で動いてたんじゃないのかよ。<laughs> ほんとこのなんか反日売国勢って、ね、うん。手柄は平気でなんかこう若いやつのこの手柄,手柄をこのなんかぶん取って、ね、下手く置いた時はなんか末端のやつにこう、ね、うん。いや、なんか秘書が勝手にやったみたいな。<laughs> ななんていうのかなこの冷たいっていうのと違うけど気持ち悪いよなこういうとこからして別になんか何だろう別に映画っしするつもりもないしな話わ節の古臭い考え今時あれですよって言われればそうなのかもしれないけどさねなんだろう普通逆だと思うんだけどね僕なんかこの社会人、ねまあ、学生の時も含めてですけど ななんかそういうい人周りにいななんだろうこの人たちってそういう人、周りにいなかったのかなって最初から何周りがもうこうこう腐った連中に囲まれてたから腐っちゃったのかなんだかわかんないけど、ね、腐ってっから腐ったところに集まっちゃったのか知らないけどさ僕の中ではこう,こういうのを、ね例,えね、例えば同じ状況だとしても、ね、なんか事象というか逆なんだよね下手く置いたら上の目上の人間が下のもんかばうしね 逆にこのなんか下の人間がなんかね、よくやったっておお、よく頑張ったなーって。間違っても手柄横取りとか責任のなすりつけて、ね、自分はなんか雲隠れとんズらとかありえねえんだけど。うん。どんだけ腐ったとこにいんのかなって、こいつら。話には聞いてるけど、実体験ベースでは僕逆ですね、普通は。僕が知ってる社会ってそう、こういう社会じゃなかったんですけどね。今違うのかな知らんけど。 まあ僕の昔話はいいんですけども、えー、フジテレビがね、売りテレビがあ大谷翔平選手らにこの謝罪をしましたと一応、格好としては番組でね、えー、なんか、ライブニュースイットっていうなんかニュース番組が確かあるんだっけ、売りテレビはね、で、なんか、青いアナっていう男性のアナウンサーかな、やっぱりなんか、末端のアナウンサーにね、頭下げさせて終了みたいな。<laughs> どんなんななだよな本当 <laughs> 気持ち悪い界隈だね、本当ね。えー、会いたいときは球場に足を、うん、呼びかけ。は <laughs> これ、本当に謝罪したのがこんなんで。フ、え、ジ、ー、テレビ改め、売りテレビの情報番組「ライブニュースイットが3日の番組終盤で、えー、メインキャスターの青井アナウンサーが、えー、代表し、MLB ドジャース大谷翔平投手らに、えー、謝罪したと。 大、えー、谷選手が27号ツーランを打った試合などについて報じたあと27号ですよねすごいね、本当そんなすげえやつの足引っ張ってんじゃねえよ、てめえたちはよ猛省だよ、猛省、本当いや、でもそんなん促してもないからな、うん、切腹だよ、切腹、マジで、あのー、見えないところでな <laughs>、ね、日本社会汚すんじゃねえよっていう意味でね で、まあ、その野球の話の後にね、だ結局あれだよね、<laughs> これ謝罪って言うのかえー、あのアナウンサーが、当番組では、大谷選手の新居について取材報道しましたが、大谷選手とそのご家族代理人はじめとする関係者の皆さんにご迷惑をおかけし、お詫び申し上げますと頭を下げたと。その上で、新居には多くの観光客や地元の方が訪れる状況が発生しておりますと。<laughs> どうその始末つけんだよな。発生してますそれで お前らのせい,であるせ,せいなんだよなうんすいませんで頭下げたんだからなんか責任取るんか、えー、大谷選手の自宅はじめプライベートな空間を訪れることはお控えいただき大谷選手に会いたいときは球場に足を運んでくださるようお願い申し上げますって呼びかけたんだって <laughs> これ反省か <laughs> これ謝罪じゃないよな <laughs> しかも遅いしうん原因作ってるね誰だよって へー。ってか、アナウンサーの1人のこの謝罪で、ね、この間の日テレもそうだけどさ、うん、こいつらって本当汚ねんだな。別にこのアナウンサーが汚いとは思わないですけども、うん。へー。やっぱこのハンニチックスマスゴミ、やっぱりね、マスゴミって言われるだけあるよな、こいつらは。改めてだけどさ。だからもう本当何なんとも思ってないんだよね、やっぱりね。 うん、いや本当に悪いと思ってたら、ね、こういう話じゃないもん、そもそも <laughs> そう思いませんだって自分のなんかさなんかそう迷惑かけましたって謝るときってよりはそ,のなんかそうでもないけど相手にとっちゃとんでもない失礼やらかしたっ,つって頭下げてくるやつのなんか対応とかをしたことがある人だったら余計わかると思うんですけど。 なんだろうね格好だけなんかそのさ、うん、セんっていうのとねっセンでしたっていうなんかそのセリフだけじゃなくて何かそういうのも伝わる人って分かるじゃんそういうのあこいつ何とも思ってねえなーって腹、うんうん、の中でんかもう舌ペロって出してね不正なぐらいに思っているのかそれとも本当に悪いことをしてしまったとすいませんでしたっていう、うん、分かるよね なんか僕が言ってること分かりませんかね <laughs> うん。やっぱなんかこの一緒になんかこのプロジェクトというかなんかそういうこの熱量みたいなそういうのの差がもうこの伝わってくるからよくわかるっていうのと一緒であとはまあなんか嘘ついてるやつとか、うん、適当をこいてるやつとそうでもないやそうじゃないやつとの差とかねあとはまあなんかそういうのってやっぱ人って伝わるしね分かると思うんですよねうん だからもうそういうのと照らし合わせてもさ、これはやっぱり申し訳ないと思ってる人間っていうか、もうそういうやつらの態度じゃないよね。だからやっぱりほら、結局上から言われて言ってるだけだから、ね、それに逆らうわけにもいかないし、ね、そうじゃない、なんか違う余計なこと言うわけにもいかないし、ね、言われたことは言われた通りにやってるだけで、この人に悪気がどうこうとかっていう話でもないとは思いますけど。うん、ってなったら、やっぱりこの企業としてやっぱりそういうやつらの。 ねそういうやつらもソークスのそういう集団なんでしょって。うん。ね、特に上のほうの連中はやっぱそうなんだろうね。うん。ねえ。うん。へえー。もうなんか、もうこうなっちゃったらさ、もうバレちゃってるし、ね。わび入れたところで行くなっつったって行くやつはもう次から次へと行くんだからさ、も、ま、う、あ、その新居12億でしょ。ねえ。うん、ねえ。てめえたち、売りテレビと日テレが買い取れよ。 で金払えよ、お前らが。ね、のしつけて、なんかもう120億ぐらいお前らが払えよ、大谷サイドに。本当に申し訳ありませんでしたと。我々がこの場所は買い取らせていただきますんで、ね、代わりになる場所をね、調べてね、うん、なんかそういう情報とともに提供できればよかったんですけど、我々にはそんな頭もないんで、ね、とりあえず納めていただけませんかと。大変申し訳ありませんでしたと。詫び入れてこい、お前ら。うん。で、金払ってこい。 っていうぐらいしかもうお前らにやれることないだろ。気持ちなんか鼻からねえんだし。悪いことしたっていう自覚もねえんだからさ、どうせ。お前ら、ゴミは。うん。で、今頃。だから買い取ってお前らの保養所にでもすりゃいいじゃん。うん <laughs> ね。うん。なんだったらもうお前らはもう拠点ソウルに移して、ね。でそこなんかもう出張所か何かに使えよ。うん。知らねえけど。うん。 観光名所になっちゃってんだからさ。ねえ。うん。だからお前らが買い取れよ。保養所にしろよ。うん。謝ってすまねえしな。謝ってもいねえしな。どうしようもねえな、お前ら、ほんと。<laughs> 即低波だよな。低波低波もう遅いぐれだから、もう低波だいいよ。うん。はい、以上です。